久保さん、みんな何もしなくてもお金稼ぐ方法を探してるんですよね。まさにそれが非常識なんじゃないですかね。<laughs> <laughs> 僕たち非常識だけどみんな非常識っていうね。なんか、やるべきことをやれば稼げるんですけどね。うん、当たり前のこと、僕思うんですけど、当たり前のことをやったら当たり前に稼げるってことですね。 だこの前ね、あのー、熟成さんの、わしでさんと対談しましたけど、まあ、量より質とあ。あの、量からしか質は生まれないと。とりあえず、ね、とりあえず1000本動画撮ってみて、もし稼げなかったら、熟成にクレーム入れてやろうっつってね、300本くらいで稼げるようになったっていうね、まあ、話がありますけど、みんなやんないっすよね。うん、てか、量からしか質が生まれないっていう、この言葉っていうのは、多分まあ、 当たり前だし、多分常識だと思うんですよ。うん。多分ね、おそらくなんですけど、誰よりも常識なことをやれば非常識に生きられるって話じゃないですか。どうすかね、久保さん。誰よりも常識,な的,常識的なことを、ね、みんながわかるようなことを、誰よりもやった結果、非常識になれるって、非常識な人生をくれるっていう。そう思うんですけどね。うーん。 だから、まああのー、やらずしてどうやって稼ぐんだと、やらずしてどうやってスキルつけるんだと、まあ、久保さんも言ってましたけど、今となってはね、僕と会うのにお金が、えー、もらえるみたいな話で、僕と時間を共有するだけでね、お金もらえるみたいな話をしてましたけど、うん、僕もそんな感じですよね、コンサルという名でお金いただいてますけど、ただ単純にってるだけですからね、そう。 かっこいい名前でねコンサルみたいな名前つけてますけどただあの自分の経験をねお伝えしてるだけなんですよねうん,うんただそれだけですただ何でそれが価値があるのかっていうと誰よりもやってきたからです少なくともネットビジネスで15年以上やってますしまあ僕は本も出してますしまあ今も現行で商品売ってるしまあおそらくね初心者の方の1000倍1 100万倍以上あのやってます なので、やってきたから、それが金になるっていうね。<laughs> うん、でも、やらなかったら、うーん経験ゼロじゃないですか。なんか、ドラクエでね、あのー、なんだ、どこも、レベル上げないで、どうやってボス倒すんですかっていう。クリアできないですよ。うんだ日々精進というかあー、日々積み上げていくっていう、ただそれだけじゃないですかね。 だからまあ、時間は戻らないし、うん。やればいいんじゃないかなとは思いますから、僕、僕と久保さんは、まあやり、やりましょうってことしか言,わ言えないですけどね。じゃあ、具体的に何をやればいいのかってなったときに、ドリームアカデミーありますよと。即会がありますよって話で。だから、その、やろうと思わさせる <laughs>。それにつきますよね。 でもあな,たのあなたの人生を変えるためにはあなたがやろうとしなければあなたの人生は始まらないってことですね。いってらっしゃい。